コンロを初めて使います。開けましょう。あ、そうか、うん、いらなかったよね。あれあるんだから、うん、巻き、何にも巻き買ってさ、うん、やればやれたんだね。はい、まず皆さん完成、うん、ちょっと紙にして、はい、よ、はい、完成。完成。はい。じゃこの中に今度炭を起こせばいいのね。なんかね、炭半分ぐらい、あんまりぎっちり乗せないって書いてあったよ。うん、はい、せよ。そこから当てるんだね。これそこだった？あら。これ逆さにしないと。上下逆でしょ。ね、一回このまんまこうして、うん、そう、そこからして、簡単につくもんだね。火災は1本でも十分だったような気がします。2本入れたから黒くなっちゃったかな。ちょうどお昼です。材料も整いました。ないような気がします。添加剤追加しますか。再び添加剤投入。勢いよく燃えてきましたけど、でもこれが完全に起きないとこの煙が黒いうちはすすけちゃうでしょ。
赤くなってきてるよ。ね。うん。大丈夫だよ。少々お待ちください。ヤマト食べれるのあるかな。アスパラ、アスパラの塩焼き。あ、塩いらないな。そんな喉乾いてたの、ごめんね。気がつかないでごめんなさい。何も中入って飲めない。
玉ねぎだからダメもう最後の、うん、最後の残ったのお父さん食べてんだから、大和食べれるもんないよ。食べるよ。少し炭が残ってます。これに消し壺が必要だということになり、アマゾン注文しました。アマゾンに今注文しました。明後日到着。この日明後日までこのまま人から行かないもうちょっとしたら外に出して消したいと思います。お水かけてとりあえず消すしかないかな。危ないからね。ちょっと風も出てきたし。美味しくいただきました。はい、ごちそうさまでした。入れるときに結構大変だったもんね。うん、ボルト、どっちかのボルトを外さないとダメ。外さないとダメ。いいんじゃない？後で。水はかけなくていい。うん。